おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクール女子力高め系ギター科講師の滝沢でございます。皆さん12月ですね。12月といえばそうクリスマス、クリスマスといえばそうスポンジケーキということで、今回の動画ではスポンジケーキの焼き方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。はぁ、お前、ね、何やってんだよっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあアフタービートギターチャンネルってこういうチャンネルなんですよ。なんかすごく申し訳ない気持ちもあったりしつつという感じでございます。とりあえず、まあ、こう、興味があったら作ってみてくださいませ。押さえておきたいポイントとかいろいろあるんですけれども、動画を再生しながらお話をさせていただこうかなと思います。とりあえず動画をスタートだぜ。スパーン！恒例の材料の確認でございます。スポンジケーキはまた単純で、卵、バター、牛乳、小麦粉、砂糖、これらがあればなんとかなります。でも、気をつけたいポイント第1としては、小麦粉の選び方です。僕もその薄力粉をいろいろ使うんですけれども、どんなお菓子を作るかによって結構使い分けてるんですよ。今僕が持ってるのはこれ、特宝笠ってやつかな。で、今持ってるのが、なんとか一等級粉みたいな、そんな感じのやつ。で、一番最初に持ってたのがスーパーバイオって言って、スーパーバイオってやつなんですけれども、この、初めてこの手のスポンジケーキを作るとか、とりあえずふんわりしたものを作りたいっていう方は、このスーパーバイオレットっていう小麦粉を特にお勧めします。そのタンパク質の量で種類が変わってくるんですけども、スーパーバイオレットってタンパク質がすげえ少ないんですよ。なのですごいこのふんわり仕上がるというか軽く仕上がる傾向がありますので、興味がありましたらぜひスーパーバイオレット試してみてくださいませ。で、さりげなく画面から消えてしまいましたけれども、小麦粉って匂いとか湿気とかすごく弱いので、買ったら早く使い切ること、そして保存するときはタッパーとかに入れて、しっかりとこの湿気から守ることが大事になってきます。僕はちょっとそれがエスカレートして、大きいタッパーに小麦粉を入れて、除湿剤を入れて冷蔵庫で保管しているんですけれども、まあ、そのぐらいの勢いでいきましょうということです。で、また今回もこういうプリントがございますので、ぜひこちらも参考にしながらやってみてくださいませって感じでしょうか。ちょっと順番が前後してしまって申し訳ないんですけれども、まずボウルに卵4個を割り入れます。そうすると、レシピとは違う重量が出てくると思います。電子ばかりにボウルを置いて卵を4個割り入れて、さあ、卵は何グラムでしょうというのをまずやるんですよ。僕は今回200グラムでした。なので、200割る基準値の170イコールってやると、1.17 という係数が出てくる。今回がこれが今回のポイントでございます。砂糖も90という基準値 ×1.17 して105g 入れていきます。今 105g 計量しまして、こう振るいながらボウルの中に入れております。そんな感じで、薄力粉、グラニュー糖、バター、牛乳に関しては計測していただけると嬉しいなという感じでしょうか。まあ、このレシピ通りでも別にいいんですけれども、ね、卵を余ったりするとちょっと面倒くさかったりとかするので、とりあえず、まあ、割り入れて何グラムか測ってみてやってみるって感じでしょうか。まあ、普通に考えると分かると思うんですけれども、卵っては普通に鶏さんがこうポポパンってこう産んで、ね、それを僕らが美味しくいただけるだけなので、まあ、完璧に均一じゃないですよね。やっぱり少なからず誤差がどうしてもあると。L サイズとか M サイズとか分けられてるけれども、やっぱりそこそこ誤差はあるので、まあ、その辺は僕らが合わせて作っていきたいなと思う次第でございます。L サイズでもいいんですけれども、こちらのプリントにあります通り、250g を超えてくると、ちょっと型から溢れてしまうと思うので、250g を超えたら、少し避けて別の料理とかに使った方がいいかなという感じでございます。で、レシピと順番が逆になっちゃって申し訳ないんですけれども、僕はとりあえずボウルに卵4個を割り入れて、それぞれの材料の計量をしております。で、向こう側のフライパンで今火にかけて湯煎の準備をしているのですが、慣れなかったら、まあ、ちょっとずつ一つずつやってみていただければという感じでしょうか。で、ボウルにこの砂糖をここにふるいながら入れて、ふわふわと混ぜていくという感じでございます。以前僕が動画の中で、泡立て器を僕持ってないんですよみたいなことを言ったら、
ハンドミキサーを送ってくださった方がいらっしゃって、今回の動画でもありがたく使わせていただいておりますが、山田的にでもハンドミキサーでもどっちでもいいです。とりあえずボウルの中にその卵と砂糖を入れたらそこそこ混ぜていきましょう。で、湯煎の準備ができたら湯煎にかけて卵を温めながら、泡立てていきます。温めながらといっても温めすぎは要注意。60度とか70度ぐらいになってきてしまうと卵が固まり始めてしまうので、湯煎の方は80度ぐらいを目安に、で、つけたり外したりつけたり外したりしながら、この卵を泡立てていきます。温度が低すぎると砂糖が溶けないっていう弊害があったりとか、泡立ちにくいっていう弊害があったりとかするんですよ。なのでその湯煎の力を使ってやってみてください。で、こんな感じでこんな感じ、この言葉で言うとしたならば、このハンドミキサーもしくは泡立て器を持ち上げて、のの字がかけて、で、うっすら消えていく感じが、目安でございます。ちょっとあっさり終わってしまいましたけれども、ちょっと興味があったらもう一回巻き戻してみてみてください。ある程度こう滴る感じで、マヨネーズみたいな感じでポタポタポタって落ちるんだけれども、しばらくすると消える。このぐらいが目安です。でもちょっとなんか僕今見返してみると少し泡立てすぎかなと思うんですけども、まあ、あのぐらいが目安って感じです。で、泡立て終わったら、その小さなボウルに溶かしておいた牛乳とバターの方にちょっとこう生地を流し込んでおきます。そうすることで、後で混ぜ合わせるときに、よくなじむという感じでしょうか。別にもこっちのボウルは適当で大丈夫です。ほらほらほらと混ぜていきましょう。別にバターとか溶ければ全く問題ないので、沸騰だけには気をつけて、やっていただければという感じです。で、ポイント第2、小麦粉の混ぜ方でございます。まず、小麦粉を計量して、今みたいな感じでふるいながら、このボウルの方に小麦粉を入れていきます。あ、なぜかバニラエッセンス入れた。マイクして。で、そこから、ここからその小麦粉を混ぜていくわけなんですけれども、このまず切って、返して、切って、返してっていう混ぜ方です。僕のちょっと右でよく見てください。外側をぐーっとヘラで返して、で、最後の方にこの奥に、そこをひっくり返してるんですよ。ちょっと切って、ガーッと周り行って、そこをひっくり返して切って、で、周りをきれいにそぎ取って、そこから返して切ってっていう感じでやってるんですよね。生地はできるだけ触りたくないんです。なぜかっていうと、そのせっかく泡立てたものが全て消えてしまうから。けれども、小麦粉がブツブツで残ってしまうと、すごく美味しくなってしまうので、しっかり混ぜたいのは混ぜたいんです。でも、あんまり触りたくないんです。あんまり触りたくないんですけれども、しっかり混ぜたいんです。この葛藤をいかにクリアするかって感じです。で、今、その倍速とかせずにお見せしておりますけど、ここで僕は終わりにしてます。で、その後にバターを溶かしたものを、生地の方にこうパーッと流し入れて、また同じような感じで、外側から底をひっくり返して、ヘラで切って、外側から底をひっくり返して切ってっていう感じで混ぜていきます。なんかこの辺すごく説明が難しいんですけれども、この混ぜ方がうまくいけばふんわり仕上がったりとか、あとムラがなくなったりとかします。けれども、ちょっと初めての場合だとここちょっと難しいかもしれないですね。でも1回、2回ぐらい失敗すれば3回目はすごいうまい具合にいくと思います。で、あんな感じでガーッと混ぜ終わったら生地の方に、型の方に生地を流していきます。で、自然の重量に任せてポタポタポタっと。垂らしていきます。なんでかっていうと、生地をできるだけ触りたくないからです。でも、これだけだと、完璧には流れてくれないので、ああ、もう流れないなと思ったら、そこで初めて自分のヘラを使って、生地をこそげ落としていきます。もうこのぐらい生地には触りたくないんです。本当に生地には触りたくないです。でも、しっかり混ぜたいんです。こう、最初に小麦粉を入れるじゃないですか。で、そこからこう切って、そこから返してやってるときに、その小麦粉の粒子、白いところがこのポツポツポツと見えると思うんですよ。それらが見えなくなるぐらいまでしっかり混ぜたいんですけれども、混ぜすぎはとにかく NG という感じです。なんかちょっと難しそうですよね。まあ、ちょっと難しいと思います。ちょっとコツがいると思います。で、全部入れたら、今みたいにそのヘラの表面をこうね、パーッとなぞって、OK って感じでしょうか。意外とこの一つのボウルの中でも、均一に混ざってるようで、意外と下の方に小麦粉が溜まったりとか、バターが溜まったりとかするんですよ。なので、それを解消するために表面をなぞってあげるって感じですね。で、生地を入れ終わったら、今みたいな感じで、ボーンと一つ落として、ダーンと強く落として、大きな気泡を抜いて、オーブンに持っていって、180度で、まず25分。
できます。25分じゃ生焼けの時もあるかもしれないですけれども、まあ、その場合は2分ずつ追い焼きをするというかと思います。で、焼いてる間にデコレーションの準備をしていきます。ボウルの中に適当にガーッと砂糖を入れて、まあ、生クリームを泡立てていくと。生クリームのこの植物性か動物性かっていう種類と、あと動物性においてもその36とか42とか47とかいろいろあるんですよ。ちょっとどうしようかなって迷うかもしれないんですけれども、まず動物性の42とかを使ってみると良いかなと思います。植物性の生クリームを使うとかなりあっさりなんですけれども、まあ、あっさりって言えば聞こえばいいけれども、まあ、コクがないとかそんな感じになりがちです。動物性の生クリームを使うだけで高いんですけども、まあ、結構そのガシリとした旨味になるので、まず42ぐらいからチャレンジって感じでしょうか。その脂肪分がどのくらい入ってるかっていう話になるんですけれども、35だと脂肪分が少ないと。で、サラサラしてるんですよ。でも47とかになってくると脂肪分が大きくてかなり硬い生クリームになります。本当は絞り袋に入れてそのなんかデコレーションとかしていくようなものって感じですね。で、今回僕はそのデコレーションとかはしないので薄く広げられればいいんです。なので36もしくはまあ42を使うべきかなって感じですね。でも今回42を使ってます。でも42だとやっぱり硬いのでちょっとだけ牛乳入れて伸ばしてたんですけども、まあ、そんな感じでとりあえず皆様は初めてでしたら、まず動物性の42から、スタートしてみてください。その生クリーム売り場に行って、植物性150円くらいか動物性300円みたいな感じで、その値段にびっくりしたら植物性でも構いません。でも植物性の生クリームを使って、あとあと動物性の生クリームを使ってみると、あ、確かに値段分の味の違いはあるわってなると思いますので、まあ、それに気づいたら動物性を使っていただければって感じでしょうか。で、生クリームの準備が終わったら、いちごの準備をしていきます。ヘタを切って洗って、で、このパックの中でもやっぱり見栄えがいいものと悪いものがあるので、それらを選定していってます。僕はまな板の右側が見栄えのいいもの、左側が悪いものっていう感じでこれ選別してるんですけれども、やっぱりそのケーキの表面に飾るものとしては見栄えがいいものの方がいいので、まあ、選別が終わったら右側からそのデコレーション用に切っていく感じでしょうか。これが見栄え悪いタイプですね。ちょっと潰れちゃってる。美味しいんですけどね。で、右側にあるものがやっぱりそのね、全体が真っ赤になってて、潰れてる箇所も少なくて、形も良くてっていう感じです。で、まあ、この辺のデコレーションとかは皆さんのお好きなんですけれども、僕はとりあえず見栄えがいいイチゴを半分に切ってる感じでしょうか。イチゴって高いので、僕もこれ1袋480円とかしてるのでそんな高いお金出したくないぜという方は缶詰の応答とかでも大丈夫です。で、見栄えが悪いこのいちごはこんな感じで、この薄く切っていきましょう。薄さはどのくらいでも別に構わないんですけれども、均等にすることはとにかく大事です。厚いところがあったり薄いところがあったりとかすると最終的にスポンジケーキがガタガタになってしまうので、まあ、できるだけ均等にやっていってあげましょう。で、これ今、ケーキ生地が焼けたところでございます。竹串を真ん中までブスッと刺してみて、生焼けのところがなかったら OK って感じです。生焼けのところがあると、竹串にその生地がくっついてきちゃうんですよ。それがなくて、全部こう竹串がサラサラにしてったら OK っていう感じです。固く絞った布巾とか、もしくはこんな感じで、ちょっと絞ったキッチンペーパーとかを上からかぶして、冷蔵庫で、そうですね、30分とか1時間とか、寝かしてあげて、熱を取っていきます。まあ、時間がある場合だったら本当1時間とか2時間とかやってあげるといいかなって感じですね。時間がなかったらその冷蔵庫の設定温度とかを変えて、がっつり、急速冷凍で、急速冷凍じゃないか、まあ、急速に冷やしていきましょう。で、今これ冷やし終わった状態です。型から生地を取り出しまして、一番ワクワクするところでございます。一番ワクワクする瞬間ですね。型紙をこう、ね、ペラペラペラと剥がして、どんなものかなと、楽しみにしていくわけですね。まあ、ここで大きく失敗することはぶっちゃけないんですけれども、やっぱり何回ケーキを焼いても、まあ、この瞬間はやっぱりおお、いい感じでできたって嬉しくなるものですね。どうでしょう、なんか難しそうですかね、簡単そうですかね。
でも面白そうじゃないですか。こんなケーキ焼けるんですよ、自分で。で、パンナイフ、パンケーキナイフ、なんていうんですかね、パン切りナイフ、パン切り包丁、まあ、そういったものを使っていくんですけれども、僕はそのスペーサーみたいなやつを持ってないので、毎回毎回その根元と先っぽの方にエフェクターとかに使う 9V 電池をテープでくっつけて、こう切っていっております。ああ、そういうのはめんどくさいよっていう方は、普通にもうね、目分量で包丁でこうバッとぶった切ってしまっても大丈夫です。でも綺麗にデコレーションしたいよっていう方は、まあ、何かしらでその厚さを均一にしていった方が絶対綺麗に仕上がるので、こんな感じでなんかスペーサーみたいなものを使ってやってみていただければって感じでしょうか。ちゃんとした器具を持ってる方は、そんなんつうのかね、この文鎮みたいな、すげえ長い文鎮みたいなのがあるんですよ。すげえ長い文鎮です。それを2本バンバンと置いて、その間にスポンジケーキを置いて、ナイフでバンバンバンって切っていっちゃうんですけども、そのすげえ長い文鎮、すげえ長い文鎮を僕が持ってないので、まあ、こんな苦肉の策をやってるような感じです。で、さっき僕が食べてるとこみたいに、ちょっと余分な生地が出てきたりとかするので、その辺はまあ、普通にオーブンで焼いてクラムっぽく仕上げたりとか、まあ、味見と称して食べてしまったりとか、やってみていいんじゃないかなって感じですね。で、うまくいけばこんな感じで3枚のケーキが、スポンジが出来上がるはずでございます。で、これはトップに、あ、ボトムか。ボトムにあったやつ。で、これか、トップにあったやつかな。さっき僕が切ってるときに一番上にあったやつ、そうですね、トップにあったやつですね。ちょっとこの表面とかデコポコで汚くなっちゃったので、デコレーションするときにはこれを一番下に置いてデコレーションしていきます。で、綺麗な真ん中の部分を真ん中に置いて、ボトムだった部分をひっくり返してデコレーションしていくと。今、そこに置いている状態がデコレーションの結果になるんですけれども、まあ、見ていけばわかるかと思います。とりあえず一番下に行くこのボトムの生地を、生クリーム塗ってイチゴを乗せてって感じですかね。さっき言った通り、デコボコしててあんまり見栄えがよろしくないので、一番下に隠すような感じでデコレーションしていきます。生クリームをこうブブブッと薄く塗ってイチゴを配列していくだけなんですけれども、まあ簡単なので意外と難しい。このパティナイフ、あ、パティナイフだっけ、ちょっと名前忘れちゃった。このね、塗るナイフを使ってこのデコレーションしていくと、ナッペとか言ったりとかするんですけども、僕このナッペがすげえ苦手なんですよね。全然綺麗に塗れなくて。でもまあ後でお教えする方法で、まずナッペが下手でも大丈夫な方法がありますので、ぜひそれも参考にしていただければって感じでしょうか。とりあえず生クリーム塗って、いちごを乗せて、生クリーム塗って、ってまたガッと乗せて、生クリーム塗ってっていうのを繰り返していきます。僕はこの時すごい痛恨のミスをしておりまして、いちごの配分を大きく間違えたんですよね。やべ、足んねえってなってしまったんですけど、まあなんとかなります。もししっとり系の生地がお好きな方でしたら、蜂蜜とかメープルシロップとかを水で薄めたものをハケで、このね、ハケでスポンジをバーッバーッと塗ったりとかして、生クリームを捨てて、いちごを捨ててやっていくとしっとり系のスポンジになります。僕は今回やってませんけれども。そんな方法もお試しくださいませ。で、これでとりあえず完成でございます。ちょっとまあね、周りがボコボコしてますけども、まあ全然 OK です。そのお菓子屋さんで使ってるようなこのケーキ台っていうのがあるんですよ。なんて言うんだろう、そのターンテーブルみたいな感じで、そのくるくる回るんですよね。こうぐるぐるって回せばですね、ケーキがぐる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 と回っていくと。で、そのお菓子屋さんがやってるデコレーションの方法としては、ナイフを一つ構えて、で、そのケーキではぐるぐるっと回していくと、ケーキが勝手に回ってくれるので、滑らかになると、その平らな状態が作れるわけです。でも僕みたいにこんなね、手でやってると絶対それはもう不可能なので、まあ、デコボコでも別にいいかなと、全体が濡れれば別にいいかなという感じでやっております。まあ、18センチのホールで3段だったら、まあ、生クリーム1パックでなんとかなるかなと思うんですけども、もし足んなかったら、まぁ、ちょっと追加でやるのもあれなんですけどね。ちょっともう1パックやってみてもいいかもしれないです。そしたらまあ さっき言ってたその47とかの動物性生クリームを使ってね、絞り袋でデコレーションチャレンジしたりもすごく面白いと思うんですけども、まぁ、今回僕は1パックで仕上げております。で、あ、それで2ポイント3。もう過ぎてしまいましたけれども、包丁をぬるま湯で
少し温めると切りやすくなります。で、こんな感じでサクサクサクと下の台を傷つけないように切って、でその後にまたこの包丁をぬるま湯で洗ってキッチンペーパーで取って、キッチンペーパーでその水分と汚れとかを取ってっていう感じでやっていくと、きれいに切れるかと思いますので、ぜひこちらは参考にしてみてくださいませ。そんな感じです。いやー、なんか意外とそのなんかこの動画の方がサクサク進んでいくから、なんか切羽詰まってきました。で、切り終わったら、パッケージをしていきます。これがその僕の秘密ってわけじゃないんですけども、シークレットってわけでもないんですが、いつもの方法って感じです。富澤商店とかで買えるアルミホイルと、なんていうか、セロハンみたいなのがあるんですよ。そういうものを買ってきて、アルミホイルを引いて、カットしたケーキを乗せて、デコレーション用のいちごを乗せて、でセロハンでそれを巻いていくと。まあ、そんな感じでやると、ナッペが下手でも、なんかすごい見栄えよく仕上がります。こんな感じ。本当はね、生クリームが残っていれば、アルミホイル引いて、カットしたケーキを乗せて、で、絞り袋で軽く、ブンと、ちょっとなんか丸く、生クリーム乗せて、その上にこう乗っける形、寝かせる形でイチゴとか乗っけて、なんかこうやっていくとすごくいい感じなんですけれども、ちょっと今回は生クリームが終わってしまったので、まあこんな感じになっておりました。もし生クリーム残ってたら試してみてください。アルミホイル乗せて、ケーキを乗せて、で、ちょっと生クリームをね、こんもりと乗せて、イチゴを裏返して、こう斜めに寝かせるような感じで乗っけるんです。そうするとすごい見栄えが良くなります。冒頭とかの場合も使えるテクニックですね。で、人にあげる場合なんかは、富澤商店で売ってるこういうケーキパックっていうんですかね、なんかこういったものも揃えておくと、すごい良いかなと思います。なんかここまで凝るとなんか何やってんだろうかっていう気持ちもまあ若干なるんですけれども、でもまあ出来上がりとしてはね、すごい良い見栄えになりますので、ぜひチャレンジしてみていただければって感じですね。なんかこう箱の片隅になんかこういうなんかこう自分で作ったゴム印とか このスタンプとかをしたりとかして、ね、でこう誰かにプレゼントして、あのケーキ美味しかったよ、どこで買ってきたのなんて言われたときに、あと滝沢ギダー .com って美味しいケーキ屋さんがあってとか、わけのわかんない話をしてみたりとかしてるの面白いかなっていう感じですね。あ、動画終わってしまった。いろいろとこの言いそびれたものがあるような気がします。僕が思った以上にこの作業の動画が早かったです。とりあえずポイント1としては、先ほども言いましたけども、小麦粉の選び方です。スーパーバイオレットの場合は 100g 中 6.2g が小麦、タンパク質かな。パッケージを見ればその成分表示のところにそのタンパク質の含有量が書いてありますので、そういうのをチェックしてみるとすごく面白いかなと思います。それがこの増えていくと、ふんわりじゃなくて結構しっかりした味になってきます。小麦の味が楽しめるというか、ふんわりから遠ざかるんですけれども、どっしりって感じですかね。しっかりしたうまみっていう感じの仕上がりになります。でも、まあ、7.5 ぐらいが上限って感じですね。8とか9とかになってきてしまうと、どっちかというと中力粉になってきてしまって、ケーキには向かない小麦粉になってしまうので、そこまではいかない方がいいかなって感じですね。10とか11、13とかになっちゃうと、まあ、それはもう、なんか、パスタとか、なんかこう、ガムとか、なんだろう、パンとか、なんかそういうのを作るような強力粉になってしまうので、それはちょっくら NG っていう感じです。で、ポイント第2としては、先ほど動画の中で僕もお見せさせていただきましたけれども、小麦粉の混ぜ方です。何度も言いますけれども、生地はできるだけ触りたくないです。生地はできるだけ触りたくない。けれども、しっかり混ぜたい。っていう感じで、その丁寧に周りからきれいにこそぎ取ってあげて、そこからひっくり返して切るように混ぜてっていうのをこうひたすら繰り返していくわけです。そこのところをあえてその倍速で再生したりとかせずに、その等倍速でやってるんですけれども、まあ、どのくらい混ぜてるのかなんかも参考にしていただくと、すごく嬉しいなっていう感じですね。で、生地に流し入れるとき、あ、なんていうんですかね、小麦粉を入れて、バター入れて混ぜ合わせて、で、さっさと型に流すと。さっさと型に流す。よく混ざってるように見えても、ボウルの中ってすごいこうムラがあって、でちょっと置いておくだけで下に小麦粉が溜まっちゃったりバターが溜まっちゃったりとかするんですよ。なんで混ぜたらさっさと型に入れるということがすごく大事になってきます。で型に流し終わったら表面を慣らしてドンと一つを落として180度で焼くと。
で、もし生焼けの状態だったら2分ずつ追い焼きをしていくというような感じです。で、そこまで、やればちゃんとスポンジケーキを焼けるかと思いますので、その後のデコレーションは皆様のアイデア次第でいろいろ遊んでみていただければって感じでしょうか。今回はシンプルにいちごのショートケーキっぽく仕上げてみましたけれども、まあ安く応答の缶詰とか使ってみても面白いと思いますし、バナナとかそういった果物を 使ってみても面白いと思いますし、まあ、もしくはその最後のデコレーションでこのココアパウダーとかを振ってもすごい、ね、綺麗になりますし、あとナッツを砕いたものとかを使っても面白いと思います。ナッツを、何て言うんですかね、このスポンジケーキがあるじゃないですか。で、そのナッツの砕いたものをこの底の方にこうね、カラ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 ってね、そのまぶしてあげるとまた見た目もいいですし、すごく美味しくなりますし、あと中に挟んでみてもいいかもしれないですね。で、今回僕はスポンジケーキを3つに分けて3段でやりましたけれども、3段で結構大変なので、とりあえずその真ん中に切り込み入れるだけの2段でやってみても良いかと思います。3段の方が見栄えもすごくいいんですけどね、まあ、とりあえずまあ初めてだったら2段で試してみても面白いかなという感じでしょうか。で、ナッペするときも、底抜けるタイプの18センチの型を使って、その底に生地を乗せて、ナッペして、いちごを乗せて、ナッペして、で、生地を乗せてやって感じで、その僕は手でこうやってますけれども、ちょっとそれ自信ないっていう方はほとんどだと思いますので、あれはあまり真似しない方が良いかと思います。普通にお皿を下に置いて、お皿の上からこうね、丁寧に仕上げていくのが良いかなという感じでしょうか。もしチャレンジ精神がありましたら、僕みたいにこう、ね、手で持ってオラオラオラってやったりとかすると何かと早いです。ただ指が滑るとヒサーンっていうね、まあ、そんな感じです。まあ、僕自身もさっき言った通りナッペはすごく苦手なので、まあ、これからもね、どんどん精進していきたいなという感じでしょうか。はい、そんな感じです。で、最終的にアルミホイルとかセロファンとかあのボックスとか使って仕上げていきましたけれども、まあ、せっかく作ったスポンジケーキですからね、なんかその食べてもらう人にもやっぱりこうね、わあ素敵みたいな感じで食べてほしいですからね、なんかそのもう一手間を惜しまずに仕上げてみてほしいなっていう感じですかね。せっかくここまで大変な思いをして作ったんですからね。じゃあとりあえずそんな感じで今回の動画を終わりにいたしましょう。アフタービートギターチャンネルはこういうチャンネルなんですよ。なんだかよくわからなくてすごく申し訳ないです。でも面白そうでしょ、面白そうでしょ。スポンジケーキ面白そうでしょ。面白いんだぜ、これが。ほんまに小麦粉にこだわり始めると危ないぜという感じで、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。